もっともっとホームタウンの魅力を知りたいから、レオとライナは埼玉県を探検することにしました。レオ・ライナのちょっといい旅、今回は今話題の小江戸川越にお出かけします。この春スタートの NHK 朝の連続テレビ小説翼の舞台川越、西武鉄道本川越駅に翼ラッピングトレインが到着。すごい注目度です。500メートルに及ぶ蔵造りの街並みはまるで江戸時代。なんと電線が全くありません。350年間時を告げてきた川越のシンボル、時の鐘。今も1日に4回蔵造りの街並みにその音を響かせています。人力車も登場？乗りたい。昔懐かしいお菓子作りのお店が立ち並ぶ菓子屋横丁、見ているだけでもワクワクします。川越といえばお芋、いい匂い。はい、おはようございます。220年以上の歴史を持つ老舗和菓子屋亀屋と陶器屋さんの山輪はドラマの撮影にも使われてるんだって。さすがに存在感のある店構え、なんだかかっこいいぞ。そして川越に行ったらぜひ参拝したいのが喜多院。江戸時代の香りを色濃く残す徳川家とゆかりの深いお寺です。桜もとっても綺麗。小江戸川越はとっても楽しかった。しっかりお祈りもしたし、いいこといっぱいありますように。やっぱり埼玉って面白い。次はどこに行こうかな。次回は気になるあの場所に。どうぞお楽しみに。